で関東大震災が起きると、まあ、後ろのスカイツリーのあそこまで東京は全部火事で焼けちゃうんですね。朝鮮人が爆弾を投げて火をつけている。この絵はここで朝鮮人を探し出すことができる。自警団に連れられて渡ってきて、でも向こう側にあった寺島警察署に収容されるんです。こちら側が騒がしいんです。叫び声とかがする。それから銃声もしたって言います。で向こう岸にいた張さんたちはあれ何やってんだろうねって仲間と話し合いながら朝、先人だ、先人だ、朝鮮人だ、殺してしまえ。日本刀で首を切った。首を切ってね、槍先に刺してね、おいしゃおいしゃ。